はいどうも、サオでございます。今日はね、遠征についてなんですが、まあこれは分かったことと、まあ調べたことをね、皆さんに、共有していこうかなと思います。まだね、ちょっと遠征についてはね、詳しく分かりきってないので、まあ不備がありましたら申し訳ございませんということで、遠征はね、常に行いましょうっていうことは、まあ皆さん分かってると思います。これはね、オートでね、アイテムもね、入手できるシステムになってます。ただ、まあそのオートでアイテム入手する。じゃあ何のアイテムが入手できるのという話なんですけど、まあ結局これは地図狙って、周回というか、まあ遠征する。そう。地図を狙って周回するんですけど、まあちょっとね、ここでね、名前付きのところなんですけど、まあここだったりすると、この、採取したサンプルか発掘可能なアイテムの解析、水晶ガッツ480、スショラック400、マテリアの地図が発掘可能みたいな感じで書いてあるんですよ。まあこれはこの水晶ラックと水晶ガッツ、に到達して、パーティーの中を。で、地図を発掘していくっていう。まあ別に、普通に水晶ラックガッツなくても、まあ落ちることあるんですけど、まあ、多分確認したんですけど、あったんですが、まあこのぐらいあると地図が入手しやすいってことなんだと思います。なので、まあ、パーティーはラック高いキャラもそうなんですけど、まあ、これ20人編成できるんですよ。まあ、なので、武器に、まあ、ラックガッツあたりのマテリアをつけて、星3あたりのキャラに装備することでも地道に、ラックガッツはね、稼げるので、地図が、ゲットできると。まあ、結局、そのラックが高いと、報酬もね、良いものになってくるので、まあ、ラックを上げていくことはね、非常にこちらでも意味があるものになってくる。冒険ってかダンジョンの、ドロップ以外にも意味があるものになってくるのかなって思います。はい、次なんですけど、まあ、遠征の場所。ちょっとこれ、さっさと完了させてしまおう。で、遠征の場所なんですけど、結局この名前付きのびっくりマークのところ、レア地図が出る位置っていうのをね、まとめサイトに書いてあったので、共有していこうかなと思います。下の第5第4調査区域みたいなやつの属性が、落ちる武器の地図の属性になってます。ここら辺を周回すると闇のね、バンク一種っていう武器がゲットできます。ちょっとやってみますか。これですね、バンク一種超級の、武器発掘可能、ラックス480、推奨ラック400だ。ここに近づけて発掘していくと、地図を、まあ、なので、まあ、ラックガッツを上げつつ、まあ、なんか落ちたね、これ。お、地図落ちたぞ。あ、マテリア上級落ちましたね。まあ、なので今ラックガッツがそんなにないって方は、メインに育ててるキャラの、武器、良さげな武器が落ちるとこを目指して遠征していくって形になります。なのでここは闇のバンク一種、これ微妙なんですよね。なんか 銃みたいな感じで、まあ、正直微妙な武器なので、まあ、他にもあるんでパパッと紹介します。ちょっと解説してたんですけど、まあ、どうやらこれあれですね、普通に編集画面で出した方が良かったなと思ったので、編集画面でパッと出しますので、まあ本日の動画は以上になります。この後画像で、まあ、10秒ぐらい出すので、まあ、それめがけて遠征してくれればいいかなって思います。はい。今回は遠征システムと、まあ、どのように遠征していくのかっていうののね、ご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。